ゲームオーバーは2018年に配信されたアメリカ合衆国のコメディ映画である。監督はカイル・ニューアチェック、主演はアダム・リバインが務めた。本作はニューアチェックの映画監督デビュー作でもある。アレックス、ダレン、ジョエルの仲良し3人組はゲーム制作で一山当てることを夢見ていたが、成功への道は険しいものであった。3人は ロサンゼルスにある高級ホテルで清掃員として働きながらゲーム制作に邁進していた。そんなある日、3人のゲームに出資してくれる人が現れたが、その人物がテロに巻き込まれてしまった。3人は出資者を救うべくテロリストに戦いを挑むことになった。カッコ内は日本語吹き替え2016年6月9日、ネットフリックスが新作コメディ映画、ゲームオーバー、マン、 の制作を始めたと報じられた。2017年5月8日、本作のティーザートレーラーが公開され、配信日が2018年4月20日に決まったと報じられた。2018年1月4日、本作の正式な予告編が公開され、配信日が同年3月23日に前倒しされると発表された。3月21日、本作は リージェンシービレッジシアターでプレミア上映された。本作に対する批評家の評価はかんばしいものではない。映画批評集積サイトのロッテ点トマト図には15件のレビューがあり、批評家支持率は20%、平均点は10点満点で3.5点となっている。また、メトクリティックには8件のレビューがあり、過重平均値は32、100となっている。ありがとうございます。